にもですね、タミオトの会とかですね、フィゴザーさんとかですね、いろいろ目白押しで朝から昼からですね、ステージやってますので、よかったら来てください。今日あのチラシやら CD やら持ってきてますので、興味ある方はね、もしよかったら、あの手元にですね、今日やってる曲入ってますので、家で買ってですね、聴いてください。というわけで、はい。あの、お菓子がですね、あの後ろの方で食べ放題となってますのでですね皆さんあの、お酒とかお茶も後ろで売ってますんでね、ほぼあの、儲ける気ないという値段設定になってましたんですごくありがたい感じでございます。あ、投げ銭でしたね、忘れてました。投げ銭箱がそのうちですね、皆様のお手元に届きますのでですね、あの、銭を入れといてくださいよかった、お気持ちをね、入れてくださいあの投げ銭っていうと聞こえはいいけど、投げ銭っていうとちょっといやらしい感じになってますね。あ、今日はね、あの十万頭さんね、来たの初めてなんですけど、その結構品揃えがあのすごい豊かで、早速感動してですね、ジャズの歴史を買いましたね。これはあのよくありそうですけど、実は絵本でございます。絵本で読む音楽の歴史8っていうところですね、前に7個あるってことですねほんまやな、素晴らしい。あ、ロックっていうのもありますよ、皆さん。そろやくちゃいい、ね、ジャズは結構好きです。絵本綺麗じゃないですか、すごい美しくてですね、これを持って帰ってですね、なんとかしようかと思うんですけど、皆さんよかったら CD や本やでいっぱいありますんでね、これからも十万頭さんよろしくお願いいたしますというわけで、先輩ともよろしくお願いいたします。で、前にもね、よろしくお願いいたします今日はじゃね、あ、4月だとか3月、ちょっとね、年数入っておりますね。あの、3月からですね、その京都市役所前のダブリンさんで定期演奏もそういうことになってですね、なんだかんだ言って毎週金曜日はですね、そういうアイリッシュパブとかで定期演奏もしてますんで、よかったらそちらの方にですね、足を運びになっていただいて。次は、じゃあ、ポールとかね。
ございましたというわけで、実はこの後ですね、関係者とゆずけ焼き一同全員で演奏がありますので、ですね、お帰りにならずというわけで、お帰りにならずというわけじゃなくて、ね、我々は別に引っ込まないんですね。